私立クリーチャー学園は全寮制のエスカレーター式一貫名門私立校。全世界津々浦々から個性的な才能や能力を持った女の子を財団職員先生たちが集めていて、現在の在籍数は2000人以上。でもご用心、あんまり馴染めなかったり地味だったり、むやみに暴れるような子は、いつの間にか退学や行方不明になっちゃう不思議な学校でもあるの。そんな学園にある日、突然男子生徒の転校生が入ってくることが分かって、さあ一度きりの青春、イケてる女の子たちとハラハラドキドキの学園生活を謳歌しよう。僕の名前は E655012J。 いろいろ分け合って SCP ばかりのクリーチャー学園に転校することになったんだ。転属が決まった時にはいろいろ落ち込んだりもしたけれど、いろいろと調べてみたら中にはエロそうな SCP もいるみたいだし、そこに生きるの望みをかけて頑張ってここで青春を謳歌してみようと今では覚悟を決めてるよ。さて、転校してから1週間、同じクラスの生徒たちとようやく馴染んできたってところかな。あの子がまた僕のことを見てる。彼女は、出席番号173の、イチナさん、な。彼女が SCP-173 だってことは、とっくに調べているよ。僕、だって死にたくはないもの。みんな知ってると思うけど、彼女と出会った時は目をそらしちゃいけないんだ。瞬きもダメ。目が閉じられた瞬間に彼女に首を絞られることになるんだよ。あ、僕のことなら心配いらないよ。ここに来る前に、博士に頼んで。目を、点、にしてもらったからね。くこれなら動画で瞬きしないでいても不自然じゃないでしょ。幸い彼女は僕の席の前だから、授業中もずっと視界に捉えておけるのさ。だから点目を獲得した僕にとっては、イチナさんはオブジェクトクラス、セーフ、なのさ。命、の安全が確保できると女の子の見え方が違ってくるよね。こうしてみると、イチナさんって結構可愛いよね。かわいい。それにおっぱいもかなり大きいし、って、聞いてたの。わかっ。解説いたしましょう。学園においては、SCP が本来持っている脅威に加えて、変化の予測が不可能な、乙女心、に対しても注意を払わないと、命の危険に関わってくるのです。前も僕は SCP にセクハラ発言をして首を絞られる間抜けなり職員でしたが、今回も私は完璧です。なんだろう、イチナさんに首を絞られる夢だったのかな。まだイチナさんがこっちを見てるよ。なんだよもう。僕に気でもあるのかよ。そうか、彼女は僕と仲良くなりたいのかな。そんなに見つめちゃって、そんなに僕のことが気になるんだ。まあ好意の視線だったら、なんだか悪い気がしないな。よし、ここはイチナさんの好感度を上げるために。ウインクで彼女の視線に答えよう。点、目だけど、あれやこれやでウインクならできるんだ。それじゃ、1、2も、さ。解説いたしましょう。SCP-173 に対してウインクすると終了してしまいます。前も僕は SCP-173 にウインクをして首を絞られる間抜けなり職員でしたが、今回も私は完璧です。なんだろう、イチナさんに首を絞られる夢だったのかな。転校してから1ヶ月、いろいろあって僕とイチナさんは付き合うことになったんだ。今では彼女の視線で大体言いたいことがわかるようになってきたよ。僕に告白したいことがあるって。僕たちはもう付き合ってるのに、今さら何を告白するって言うんだろう。でもまあいいか。わかった。ギーって感じで、僕の視線で答えた。ふむ、実は、私、と言ってるな。
つむつむ、本当は、私、と言ってるな。それで何なの？カツラだったの。知ってたよ。とツッコミを入れた時に思わず目をつむってしまい。解説いたしましょう。相手が SCP であっても、カツラであっても構わない。胸さえあればそれでいい。付き合い始めた二人、これからも幸せに終了し続けていくことでしょう。